水色、乱光図修文は、室町時代中期の前奏、仮装修文は、字で、道後は天章。画号は、古史景。属性は、藤倉氏。小国寺で、常設に顔を学ぶ。摂修東洋の詩。山水が、花鳥画の他仏像彫刻。畜細読書図小国寺の都官の職にあり、小国寺の書務、会計として、財政を担当するとともに、 画家として、法録をもらい、足利将軍家の御用を務めた。1423年大蔵教を将来するための朝鮮派遣施設に参加し、その地で山水画を描いた。1430年には、大和国片岡のダルマ寺のダルマ大師座像に彩色を施し、1440年には、雲井寺の仏像の造用の参考とするため、奈良東大寺に赴くなど、 広い範囲の自責が知られ、1454年頃まで生存していたようである。終文没後の将軍家御用は、小栗総丹に引き継がれた。他にも竹沖倉宮や、天遊将慶、雪舟東洋といった優秀な弟子を育て、室町時代の水墨画の確立に大きく貢献した。終文の作品にはもともと歓喜がなく、印象などは後に押された可能性が高いため、 修文自身が実際に描いたという作品を特定できず、画風の実態については不明である。したがって、伝承作品のうち、修文が活躍したであろう応江半ば以後から、干賞年間までの約40年間に制作されたのが明らかで、しかも当時の修文の名声にふさわしいような名作を、 伝習文作品として扱っている。そのため、最も新筆の可能性が高いと言われる、代表作、水色、乱光図と、畜細読書図を比べても、筆致に、明白な異が存在する。共通する作品の特徴として、縦長の構図を用いた、高藤の協調、馬園や夏景に習った、対角線構図の多様、力強い描線、等が挙げられる。後に、 修文様式と呼ばれた、こうした画風は、実景の写生ではなく、記憶の中の景観や草原画など、先行作品の諸要素を抽出し再構成した、絵から絵を作ったものである。そのためリアリティはないが、中国画を元にしながら、どの中国画にも似ておらず、修文様式という安定したスタイルの確立に、修文の独自性がある。四季三水図屏風東京国立博物館像。 ありがとうございます。